こんばんは、入山亜希子です。11月28日月曜日、入山亜希子のつれづれ日記。今日は宮崎県カラオケスタジオ散歩道1周年の記念で、カラオケ大会そして発表会が行われ、ザンザ岬以来のご縁で講演会にも入会くださっている村中田先生の主催、ゲスト出演をさせていただきました。生徒さんでいつも宮崎の母と慕っている大木さんも大活躍の一日、そして今回はカラオケ大会の審査委員長として定畜担当の近藤芳樹さんもご一緒してくださり、マネージャーの有田さんも同行してくださったことから、とてもにぎやかに、歌好きの私としては一日中歌を楽しめる、そんな嬉しい一日過ごさせていただきました。20名の方のカラオケ大会のご参加で、それぞれがお好きな曲を、そして個性的に歌われ、どなたが優勝か僅差で、近藤さんもとても悩まれた様子ですが、エントリーナンバー18番のザンザ岬を歌われました桑原さんが優勝。入山亜希子の歌謡ショーの中で桑原さん優勝曲を一緒に歌うという、そんなアイデアも村中田先生が出してくださり、お客様に2人でザンザ岬をお届けしました。さあ、それではフェイスブックコメントいただいております。お名前を申し上げます。篠木真由美さん、ありがとうございます。長塚雅彦さんもありがとうございます。辻明子さん、元気笑顔でと書いてくださいました、ありがとうございます。柴谷富子さん、1泊2日で宮崎行ってきました、ライブ残念でしたと書いてくださってます。また、急遽にはなると思いますが、ライブ配信も時々出かけていきたいなと思っています。岩上光雄さん、ありがとうございます。中垣さん、ありがとうございます。斉藤英二さん、宮崎に来ました。沖島晴美さんです。ボンジーアというねアバターがあります、ブラジルから、ありがとうございます。内山さん、山口は晴れてたんですね、宮崎もいいお天気でした。伊藤明美さん、私が雪の中で手を広げてる写真貼ってくださってます。笠原茂人さんです、健康ご安全にということです。小川さん、本当ですね、11月ももう終わりに近づきました。森沢隆さん、昨日ライブ配信参加ありがとうございました、たくさんの方が歌ってくださって、これは嬉しかったですね。駅中さんです。クリスマスカクタス、こちらのお花を貼ってくださっています。宮岡さん、ありがとうございます。浅沼雅史さん、ライブ参加ありがとうございました。阿部明さんです。スタンプです。牧野明道さんです、最高な旅でしたね。そうなんです、とても元気いただきました。浜田時子さん、ありがとうございます。ブログはなおさん、わあ、そうなんですね。チャット残念でした、またの機会にお願いしますね。新潟さくらさん、1泊2日で宮崎行っても帰ってきました。千葉県出身、田舎町さん、石田和之さん、こちらは前回からねコメントありました。
YouTube です。 YouTube です。両銀香織さん、もう終わったんですねと書いてあります。終わった後でしたね。入山駅子施設応援隊さんです。ああそかそか、気がつきませんでした。またの機会お願いしますね。なおちょんチャンネルさん、先生見てくださってましたか、ありがとうございます。藤井直美さん、生配信、そうなんです、生配信を急遽しました。間に合わなかったとおっしゃる皆様も多くいらっしゃいました。またの機会お待ちしていますね。 Facebook でいつもコメントをくださるカズテルミさんが鹿児島県からお土産を持って応援に駆けつけてくださいました。初めて対面できました。とても嬉しい出会い、ご縁をいただき感謝いたします。さあ、そして大切なお知らせです。輝け入山明子動画大賞、皆様にご応募いただいたもの順次アップしておりましたが、その中にオリジナルのカラオケ CD でない音源をご使用になって歌われた方の動画が著作権の侵害ということで通達を受けました。残念ながらこれまでの動画がすべて皆様にご覧いただけなくなりました。これからお申し込みをいただきます皆様にお願いです。入山明子のオリジナルの CD、 そちらについておりますカラオケを使用して歌を歌ってくださいますようにお願いいたします。それでは引き続き皆様の動画お申し込みお待ちしております。明日は入間市の産業文化センター、自宅からほど近いところでのゲスト出演、地元の皆様とお会いできること楽しみにしております。それではおやすみなさい。